君、うちの部に入らない？昨日もここに来てたでしょ、花咲ゆうまくん。オートモードスタートっと。あやのちゃんは何でも知ってるんです。知ってるなら話は早いね。それじゃ花咲くんに質問です。君は何かこの世に未練はある？未練かは聞かないよ。イエスかノーで答えてくれればいいからね。パンパカパーン、おめでとう。君は我が部の一次入部審査に合格しました。それでは二次入部審査に入ります。ああ、知らないんだ。じゃあ教えてあげるね。うちはなんと、なんとなんと、う、釣れないな。なんと幽霊部なんだよ。幽霊みたいな人の集まり。話は最後まで聞いてよ。だから幽霊みたいな人たちが集まって。怒っちゃやだ。だからね、他のどこにも行けない未練のある人たちで集まって、つつましくこの世で生きていこうって部なんだよ。ここでダラーンとしたり、お菓子食べたり、雑談したりするの。違うよ、幽霊部はそういうのとは一線を画してるんだよ。なんと我が部には部則があります。これを遵守する覚悟のある人しかうちには入れません。ってことで花咲くん、入部 OK？ うの決まりだよ。まあ忍者の掟みたいなもの。まあ内容についてはこれから説明するよ。花咲くんは聞き分けが良くて助かるな。大好きだよ。うんうん、人間として好き。それじゃあ部族の説明いくよ。まず部族その1、部員は未練があるものでなければならない。だって幽霊部だよ。幽霊は必ずこの世に未練があるものでしょ。だからうちの部員は未練がないとダメ。でも個々人のプライバシーを尊重して、未練があるかどうかは自己申告制です。でしょでしょ。不足その2、部員は他の幽霊をいたわり、言葉を大切にしなければならない。精神生命体だからね。琴の葉は大事なんだよ。まあ簡単に言うと、有言実行、自分で言ったことには責任を持つってこと。あとは部員は幽霊会議で決議を発動できるんだよ。決議は全幽霊部員による多数決で、決まったことは絶対に守ること。あれ？引っかかる？
ふふ、わかっちゃった。でも例えばね、もし花咲くんが私とキスをする決議を出してみんなが賛成すれば、私とキスできるよ。ううん、だからね、うちの部では日頃から言葉を大切にしないといけないよ。不足その3、部員は怠惰でなければならない。そういうこと。幽霊なんていうのはね、自分の未練にだけ忠実なものなんだよ。それ以外のことでキリキリ頑張ったりしちゃダメってこと。だから部員のみんなは可能な限りここに来てダラダラしなさいってことね。嬉しいな。不足その4、部員は未練を失ったら去らねばならない。まあそんな感じ。幽霊は未練がなくなったら普通成仏しちゃうでしょ。未練がなくなったらこんな部でダラダラしてないで輪廻転生して全力で次の生を頑張るべきかなって思うんだよね。次が最後だよ。不足その5、部員は桜の木の下で立ち止まってはならない。これについては説明はありません。ま、世の中には秘密が隠されてるものなんだよ、何事にもね。どう？入部する気になった？ありがとう。でもそれより綾乃ちゃんは中身を見てほしいな。あれ、あんまり驚かない。部長あるよ、私が作ったの。もっとも正式に許可をもらったわけじゃないから勝手にだけどね。仕分け委員に見つかっちゃって、部員が足りないから部として認められないって言われた。まあそこはそれ、なんとでも言いようはあるから。言いくるめたなんて、そんな理性的かつ理知的にお話し合いしたよ。お願いしたいなーって。ただし不足その1に当てはまる子じゃないとダメ。ああ、そうそう、あとなるべく可愛い女の子がいい。手伝ってくれない。
崎くんはまさに幽霊部員って感じなんだけど。花崎くん、どこにも行きたがってない感じがする。そういう子にうってつけの部だと思うんだけどな。ごめんね、ちょっと急すぎたかも。でもね、私は断言するよ、花咲くん、君はきっとまたここに来る。君は私に似てるから。自分に自信がないんだね。もったいないな。強い人かな。誠実な人って素敵だと思うんです。花咲先輩、はじめまして。どうしても先輩に私の思いを伝えたくて、このお手紙を書きました。ご迷惑じゃなければ放課後、屋上に来ていただけないでしょうか。ことぶきひかり。だからさ、マジでリーダーやばいんだって。あんた勉強しないからな。言ったな。ごめんごめん。私、あなたと話すことなんてないです。あなた、とことんうざいですね。あなた、アホですか？アホですね。
変態の上にアホとは救いがたいですね。手紙って何の話ですか？私、あなたに手紙なんて出してませんけど。遅くなって。ああ、そういうことですか。人違いでしたね、アホの変態さん。今の人は…
花咲先輩、大丈夫ですか？しっかりしてください。傷は浅いです。私のために、やっぱり私、あなたがです。花咲先輩、花咲先輩、私、今を逃したら多分一生後悔しちゃうと思うから。花咲先輩、私あなたのことが好きです。だから私と付き合ってください。どうしたの、お兄ちゃん。あんまり箸が進んでないみたいだけど。美味しくなかった？そう、なら無理しないで。お風呂入って早く寝ちゃった方がいいね。光さんのことを知ってたんだ。可愛い人でしょ。そうかもしれないけど、比べられると腹立つ。もう変なお兄ちゃん。そんなこと、花咲先輩はすごい人です。私、先輩みたいな優しい人になりたいなって。先輩、わかりました。これ以上あれこれ言っても先輩を困らせるだけですね。今日はお時間取っていただいてありがとうございました。
悪いっていうか、今ちょうど風呂から出たばっかでさ、パンツも履いてないし。なんでだよ変態か！ユウ、お前ちょっと元気なくない？声の感じでなんとなく違った？なんだよ、何があったんだよ。女に振られたのか？元気出せよ、女なんていっぱいいるって。は？面白いジョークだな。え、マジなの？で、なんで落ち込んでるの？その子どんな子なの？もしかしてすげえ不良女とか？それなら私が。じゃあなんで落ち込むんだよ。わけわかんねえ。いい子なんだろ、付き合っちゃえよ。なんで？だからどんなお前だよ、意味わかんないし。っていうかお前自己評価低すぎ。ユウ、お前はさ、もっと自信持てよ。昼間にも言ったろ、あんたはポテンシャルはあるんだって。そりゃ優等生じゃないし、すぐ寝るし、女顔でたまに卑屈になるけど、でも私はあんたといると楽しいし、悪くないと思ってる。じゃなきゃ委員会誘わないっての。ちげえよ、お前が入ると楽しいなって思って誘ってんだっちゅうの。おう。あーでも、ユウに彼女できたらもうアクターとかとつるんで遊べなくなるな。彼女がいいって言えばな。いやいいって。でも結局振っちまったんだよな。でそれを悔やんでると。女の子が勇気出して告白したのにな。それをわけわかんねえ理由で振るなんて、男としてクズだよな。苦しめよ。女の子が悲しんだ分だけお前も目いっぱい苦しんどけ。それでチャラだ。うん、私もパンツ履く。おう、じゃあな、グッナイチェリーボーイ。ああもったいね、せっかくチェリー卒業できたかもしれないのに。バーカバーカ。